さあ、じゃあね、カメラもセットできましたし、行きましょうか。上からこう撮ってる感じになるんでしょうね。なるほどね。そう、今回はね、ムーンのこの動画を撮るよっていうのもありますし、この動画を使ってね、編集ソフトの、ね、使い方とかね、そういうのをね、紹介しようっていうね、ダブルブッキングで、になってますんで、そのあたりも踏まえながらね、やっていかないといけないんですけど、まあそのに合わせていろいろとね、まあ内々連盟のね話もね、もうちょっと、しっかりと進めていきたいなとかっていうのがあるんで、そのあたりのねやつとかのね説明もね、構想なんかの話もね、ちらりちらりとしながらね、先に進んでいきたいなと思っております。このね、右方向も難しいんですけどね。これも初見殺しの交差点ではありますからね。今回はしっかり右方向って言ったらいいのかな。これ普通の十字路のように見えるんですけど、ここからね、今この車が曲がってた方に行かないといけない。ここで実は分離帯が2つとポンとあって、この先に行くと国道9号線の方に、国道1号線の旧道の方に入ることができるんですよね。旧国道1号線、いや旧国道1号線じゃない、旧国道23号線か、伊勢街道の、ね、方に入っていく、道になります。外郭クラブとか行くときやったら、あの下の方に入っていかないときね、同じ右方向でもね、ややこしいですわ、これが。さあ、こっからはね、そのまま飛んでいけばいいんです。まあ、比較的楽ですけどね。あ、そうだ、服の話をまだ途中までしかしてなかったですよね。前、その岩塚行った時にね、まあ、うちのメンバーのね、2人と、3人でね、ちょっと久しぶりにね、本当、コロナのやつが出てからずっとやってなかったんで、2年ぶりか、ぐらいにね、集まって飲んだんですけどね。で、その時にね、まあ、まだその時11月だったんですけどね、普通に半袖でね、行っとったらね、もう見とるこっちが寒いわということでね、中袖を買えと。いうことでですね、そのまんま岩塚駅の、ちょうどその散歩動画、駅間散歩の動画のところでちょっとワークショップみたいなところが映ってたと思うんですけど、あそこのところで買ってきました。あれの1500円でね、安かったんで、あ、それもこれはちょうどいいのはいいよ、いいなということで買ったんですよね。まあ、ただこれだとほんと分厚いんでね、どっちかというと薄手の T シャツの長袖が、そういえば私は1枚持ってて、制服のねやつでしか持ってないなってことでね、そういや、長袖の T シャツが1枚もないということにね、改めて気がついたんでね、それはそれでちょっと調達したいですけどね、なんかうまいことあったら買いたいなと思ってます。ってことで、大御所の交差点の前行きましょう。ちょうどね、前にね、4つ目で四日市足長鉄道ターミナル完全制覇の旅やった時にね、この上にある、歩道橋からね、この辺りを移したことありますけど、朝からちょっとまた雰囲気が違いますよね。で、そう、ここのあったマックスバリューは、スキドラップになったんですね。スキヤックになったんですね。
店が変わりません。前までなんか怪しいって言ったら、韓国料理屋さんだったっけ、めっちゃハートマークの入りまくった韓国料理屋さんだけど、また変わるみたいですね。あの山岡屋ができたところも、今画面の右側にね、ちょっと赤いのが見えるかなと思いますけど、山岡屋のところもまあラーメン屋さんがよく変わりますよね。前が第一朝日があって、第一朝日の前に八番ラーメンがあったのもここだったっけね、とかね、ありましたよね、うん、昔はこっちにも八番ラーメンあったんですよね、うん、いや、ここはここで家系ラーメンだったんですね。来たよね、まだ来たことないんですけどね、うん、なんかもともとずっと何だったっけ、採掘だったっけね、あの、喫茶店がね、ずっとありましたけど、あれ喫茶店は喫茶店でやってんだ、カフェ、イエローテイルカフェ、この前のね、フロントガラスの曇り止めをデフロスターって言うんですけど、デフロスターかけるとね、あの頭のあたりがね、暖かくなるんで眠くなってくるんですよね。これもこれでね、なかなか難しいですよね。あんまかけすぎると眠くなるし。それとったら佐々木記念館ですね。昔はよくこの佐々木記念館行きっていうバスが走ってましたよね。ここで止めてどうするんだとか言ってたけど、多分自由が丘、この手前のね、石薬市や、自由が丘までのお客さんの需要があったんで作ったんでしょうね、うん、中に入ったことはないですね、うん、バス停の前に通ったことありますけどね、なんでかね、この辺りを散歩したことがあって、あの動画とか撮影してなかったんですけどね、この辺り、石薬市の辺りから川の駅の辺りまでね、JR の、歩いたりなんかしたこともありますね、あーでもあれやね、土曜日に行き取ったら、このルートやったら亀山食堂さんによって朝ごはん食うっていうことができたんで、もう日曜日定休なんでしまったな。あ、そうか、この時間だったら左の方が早いのか。あの取材させてもらった動画700再生超えてましたからね、あのサブチャン50人登録者50人なんでね、ってことを考えると大健闘させてもらってまして、ありがとうございますよ。だからあれからね、なかなかうまいことでこっちに来れなくてね、今も仕事がね、小物とかインナーメの方になっちゃってますんでね、なかなかフルタイムがね、まあ、さっきも言いましたけど、土曜日もね、仕事が入ったりとかになってきちゃってるんでね、なかなか日曜日しか動ける時間がなかったりするんで、ああ、難しいなってところですけど、
行くか。北海道車両か。青山高原っていうと白山の方からなんかこうぐるっと回って入ってくのかなっていうイメージがありましたけど、上の方からも行けるみたいですね。へえ。霜が降りとってカーブミラーは全く役立たずになってますからね、気をつけないといけませんからね。でもここのルート何かで見たことあると思ったら、この前白山行った時か。あ、だからそのまま白山に抜けてくるルートで白山からまた青山に入っていくような感じなのかな。ダビさんどうでしょう、そういうことでしょうか。